内陸圏埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。2月24日川島町にある荒川太郎右衛門自然再生地で桜草の移植が行われました。これは荒川太郎右衛門地区自然再生協議会の荒川におけるエコロジカルネットワークの取り組みの一環で、この日は自然再生保全活動に取り組んでいる川島町立翼北小学校の4年生が参加しました。子どもたちは埼玉県の花に指定されている桜草を1人1鉢植えました。こうやるでしょ、そしてこのまま、はい、ポットから土を出すときにちょっと崩れちゃって、あんまりうまく植えられなかったけど、これからいっぱい種を取れて仲間がいっぱい増えてほしいです。この辺りは昔はあの桜草で満ちてた場所なんですね。で今では本当に数少なくなってるから、でそれを増やそうという意図です。この地区って都心に近いながら非常に自然が残ってますよね。でこれを世界に誇れるような、でそういった場所にできないかなというふうに思っています。みんなが一生懸命植えた桜草、本来の自然環境を取り戻そうとするこのような活動が荒川の豊かな自然を守ることにつながるんですね。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。